皆さんこんにちは。陶器美の里菅生の山岡です。今年でコロナ禍も3年ですけども、なんとか皆様に美味しいトウモロコシをお届けしたいと思って頑張っております。今のところ順調に生育しております。昨年その前コロナ禍で非常に心配しましたけど、皆様のおかげでなんとか毎年売り上げを上げることができております。コロナに負けないように今年も頑張りたいと思いますので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。もうビデオレターも今年で、11回目を迎えるということで、非常に感慨深いものがあります。これも一重にビデオを撮っていただいている情報開発研究所の工藤様に本当にありがたく御礼申し上げます。これから7月の初旬から今できておりますのが皆様にお届けできると思いますので、今年もどうかよろしくお願いいたします。